ボリビアーノは南米、ボリビアの通貨単位。複数型はボリビアーノス。略称 BS。ボリビア人の日常会話では1986年まで使用されていたペソと呼ばれることも多い。1.25ボリビアーノスは高価で10.2050.100200。ボリビアーノスは紙幣である。1ボリビアーノの100分の1であるセンターボモも 補助単位として用いられており、10.2050センターボ効果がある。1.2個センターボ効果も存在するが、減価により現在はほとんど流通していない。1980年代中頃、ボリビア経済は、正常不安に橋を発した激しいインフレーションに見舞われ、1985年には年8171%に達した。当時、同国では、 紙幣の発券業務が欧州の印刷会社に委託されていたが、日数のかさむ大西洋航路を経て、紙幣が陸路でブラジルから届く頃には、紙切れ同然まで喧嘩が進んでいたという。この問題に対処するため、1986年11月27日、100万分の1のデノミネーションを骨子とした通貨改革法が成立。 翌1987年1月1日に900万ペソを一ボリビアーノとするデノミネーションが実施された。同時期に通貨単位の切り下げと物価等決令がセットになったインフレ抑制策を実施した近隣諸国と異なり、インフレの根源である財政赤字の解消を目的とした国営部門の民営化と人員削減が徹底的に実施された結果、 失業問題が深刻化。食を求めて近隣諸国へ越境する単純労働者が急増した。ただし、1985年当時のボリビア同様、これらの国々でも1987年以降は経済の破綻が進行したため、この頃を境に出稼ぎ労働者の多くは、ボリビア本国に帰還している。 1964年の軍事クーデターで失脚するも民政移管後の1985年に大統領職への3度目の復帰を果たしたビクトルパス、エステンソロはもともとは農地改革など社会主義的な政策の実現を訴えていた政治家であったがアメリカの経済学者からの進言を受け入れる形でインフレ問題の解決には経済の自由化と財政の健全化が 必須と従来の方針を180度転換。加えて暗証に乗り上げていた累積債務問題に関しても、債務そのものの減免をも含めた返済スケジュールの抜本的な見直しを債権国、金融機関に対して求めた。多くの副作用を伴う苦しい道のりではあったが、パスが職を退任した1989年にはインフレ率が 当時の中南米では最低水準の都市20%台まで、沈静化、現在に至る。対日本円の交換レートは1ボリビアーあたり、約15円。インフレの収束が鮮明になった80年代後期に、比べ、大衆要国通貨で1、4程度まで減化したものの、変動相場制に完全移行した1985年以降、下落基調が続いている隣国、パラグアイのグアラニーより、 その幅は小さい。ボリビアの効果。ありがとうございます。